こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2020年の10月4日、5時間も過ぎてしまいましたけども、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 10.24 円ですね。はい、昨日から 3% 上がって10をね、超えているという状況で、これ15分足だとね、着実に上げているという感じになります。で、4時間足ですけども、これでね、ちょっと大きい陽線が出て 10.2 で止まってますけど、もう昨日、そうですね、11円から、週末下がってずっと9円台だったんですね。はい、で、それを超えてまた上がってきたと。ちょうどここがね、レジスタンスライン、そしてそこをどけたという感じになってますね。はい、ちょっと強い感じがいたします。もうちょい長く見ると、ずるずる、ずるずるいかない。はい、こんな感じですね。はい、16円がここ。最近のピーク、はい、そこからずっと落ちてきて、8円でね、跳ね返ってます。はい、で、ここ、超えたからね、ちょっとトレンド転換だというふうな感じに見えてるというところですね。はい、で、ビットコインとかも少しずつまた上がってきてるので、ね、ちょっと上の方かなという感じがします。では、Twitter の方で新しい情報を得たいと思います。はい、まず今日はこれかなと思いますね。アマンダさん、デッドプール。これは韓国の方でしたね。Awesome interview with an SPO from Japan. と Cardano is so international. Language barriers can't stop us. ということで、素晴らしいインタビューでしたということですよね。日本人の SPO は、おそらくこの番組の中で初めてじゃないかなと思いますけど、この右の方のね、YouTube が、ステークプールを紹介するようなことをやってまして、で、BTBF さんがね、参加するよって言って、昨日かな、動画に出たということで、それをね、ツイートされてます。はい。で、下の方に、はい、素晴らしいインタビューでしたとかね、グレートインタビューということで、皆さんね、称賛されてます。私も拝見しまして、で、この方の番組の後半なんですけど、最初英語でしたけど、日本語でね、我々日本人も、このね、活動、あるいはこのインタビューも含めて、認知するようにということでね、あえて日本語で喋っていただいてるんですよ。で、思想とかね、どういう形でエイダの方に、やるようになったんですか、ステークプルやるようになったんですかということで、説明をされてます。はい、で、これからもね、どんどん日本人とか、体のためにやっていきたいということで、ね、おっしゃってるので、活動はね、もうすでに、日本語のマニュアルを作ってくれたり、で、ステークプールをやりたい人たちのために、なんていうんですかね、なんて言ったっけ、ツイッターじゃなくて、なんかコミュニティを作ってやってくれていたりということで、すごい貢献されている方ですので、ぜひね、見ていただきたいと思います。ここにね、あるんで。はい。せっかくなんで、ちょっと開きますね。How blockchain adds value to the gaming industry and a very special get to know that SPO coming right up on your... はい。で、ここら辺かな。この方が終わって、ここですね。Get to know that SPO というところですね。You to a stake pool operator and learn a little bit about them and their stake pool. Calling in all the way from Yokohama, Japan is BTBF with X Stake Pool, ticker XSP. BTBF, thank you very much for coming on the show. Thank you for having me. All right, now just to let everyone know out there, there's a bit of a language barrier here, but that's not going to stop us from doing this interview. We've done a bit of coordinating, I've sent the questions ahead of time, and we're going to use captions.All right, diving right in. First, BTBF, can you tell us a little bit about yourself and your pool? Yes, with pleasure. I'm going to speak in Japanese from here. 私は日本で18年間システムエンジニアをしておりまして、現在はウェブマーケティングやウェブアプリケーション開発を軸としてフリーランスで活動しています。私のはい、ちょっとこれずっと流すわけにもいかないので、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。
はい、次にですね、改善クリプトさんなんですけど、Many delegators are asking about our plan if 改善 gets saturated と、改善のプールがね、いっぱいになって、飽和したらどうするんだというふうに聞かれますということですね。We are building a non-profit to help feed, clothe and provide education pop up India ということなので、インドの、まあ、いろんな教育とかにね、ノンプロフィットってことは NGO みたいなところっていうことですかね。それか、ちょっと英語はよくわかんないといけないんですけど、We are non-profit、もともと、利益は目的にしてなくて、インドにね、寄付するためにやってるんだみたいな感じで言ってるのか、ちょっとどっちかうまくよく理解できないんですけど、とにかくね、そういうことをやりたいんだということで言ってますね。で、後ろの方でみんな、おすごいねって言ってる感じなんですけど、本当に、プールがね、利益を考えないプールがあるとするとすごいなと。マージンをね、最初のうちは小さくしておきますよとか、もともと小さくしておきますっていう人はいますけど、ノンプロフィットって言ってるところはね、なかなかないかなと思いますね。グッドジョブ改善 while choosing the NGO, please note if it is, has any affiliation towards political or religious or organization and request you to consider staying away from both. Thanks. ということで、これは誰かな、翻訳すると、お疲れ様でした。NGO を選ぶ際にそれが政治的または宗教的組織に所属しているかどうかに注意し、両方が離れることを検討するように要求してくださいということで、まあね、フラットに選びますよって、まあ、言ってますけど、そういうことね、心配する声も出てますが、はい、もともとそういうところでね、マージンをほとんど取るつもりがないっていうところもあるってね、明言しているところはすごいなと思いますね。でもやっぱり基本的にはね、やっぱ自分の利益もないとやっていかないと思うし、自分でもちょっとそんなことできないかなと思うけど、すごいなと、思いますね。はい、あとね、カイザーさんが、チャールズさんのね、動画を、インポータントビデオと言ってますので、見ていきたいと思います。はい、こちら、ユータさんの記事ですけど、私の髪の毛がどんどんなくなっていきます。本当に厳しい年でしたが、すべて良い方向に動いています。DBSync、GraphQL、ノード、そしてさらに2、3のリリースも進みますと。ちょっとこれ私、何言ってるかわかんないんですけど、いろんなものが進んでいると。ダイダラス並列処理化、ダイダラスのアイデンティティセンター、投票センター、QR コードセンター、ペーパーウォレットセンターなども追加していきます。これらをパッケージ化していきます。これらを並列で進められるように、ゴーゲンでも多くの作業が行われていますので、もう少し辛抱してください。日付について発表するのも少し待ってください。予測システムなども改善します。10月末のアップデートはたくさん話すことがあり、多くのことは並行して進んでいます。サードパーティーの紹介をしていきます。我々ゴーゲンについて4年4年という歳月で多くのことがなされました。問題はゴーゲン最大4年間をいつ体に引きずり込むかです。すでにシェリーチームはゴーゲンプロジェクトに移りました。どのようにしてゴーゲンサイドにある各種 UTXO や、プルーダスコアを体にアップグレードするかです。ダイダロスのアクセス管理も追加していきます。パスコードは人々がパスワードを忘れやすく、他と同じものを利用しやすく、セキュリティの弱い単純なパスワードを採用しやすいと問題があります。90の潜在的なパイプラインがあります。ERC20 からの移行が進むでしょう。体のゲーム第一四半期に進めます。それは DC ファンドにやってくるでしょうということで、ね、本当にもう具体的なプロジェクトが、いろいろね、名前が出てくるけど、分かんないのがちょっといっぱいあるのでね、また勉強していきたいと思います。はい、チャールさんの AMA でした。はい、では値段に戻りまして、10.22 ですね。14,012.9×10.22 で元本が10万円ですので、43,212円のプラスということになっております。あれ、ああしまった、43.2% のプラスということになります。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。